じゃあ、ごゆっくりと。いやー、綺麗ですよ。確かに。こんな感じ。はい、どうも。なおチャンネルの藤原です。いつもありがとうございます。今日はね、ななちゃん、ななまま、一緒ですね。ななちゃん。はい。これからね、行き当たりばったりでいつものように出発をするんですけれども、RV パークへね、行ってみたいと思います。道の駅、鶴、山梨県なんですけれども、早速出発しましょう。はい、出発するよ。はい、道の駅つる RV パークに到着しました。一番ね、端っこを選ばせていただきました。私たちが来た時はまだ初めてだったんですけど、1台トレーラーがね、今入ってきてますね。ここね、2区画っていうのかな、1区画がこの2つに分かれてて、片方車止めて、もう片方はこのようにオーニングと椅子、テーブルなどをね、出してもいいそうです。そして、AC 外部電源先週修理してね、直ってほっとしたところなんですけれども、外部電源はね、こちらの方にここにありましてね、こちら外部電源のね、使用料も RV パークの利用料込みですね。あとゴミの処理代、これもね、込みになっております。リニアの実験線、よくテレビのニュースで見るところですね。上の方に見えてるんですけれども、ここリニア新幹線見学館になってるんですよね。今日はね、もう午後になってしまったのでね、明日行ってみたいと思います。中央自動車道のね、川口湖線が走ってるので、その高速の音が若干ね、騒音がありますけれどもね、のどかな山の風景が気持ちいいですね。お店の方をね、見に行ってみたいと思います。ね、いいマインドよ。あとは玉ねぎみたいなのがね、ある。まあ、置いて2人、うん、これどうかな。まあ、2枚入ってる。うん、じゃあこれ、これね。うん、はい、はい。富士山配置を前どっかに売ってたよね。あれどこだったっけ。富士山はこの辺あるんじゃない。あれか、元栖湖行った時に売ってたのか。やめなさい。これ家にあるじゃん。あるよ。
はい、奈々ちゃん、ただいま。待っててくれた？奈々ちゃん、いい子に待っててくれた？お散歩行こうか。はいはい、行こう。ブランコはいいよ。ブランコ乗りたそうだね。ハンモック好きだもんね。うん、じゃあハンモック好きでしょ。あ、トレーラー、今気がついたけど、アドリアだ。もうくつろいでんの？すごい、気持ちいい。あ、こんにちは。いや、よかったら、ま、見てください。登録してよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。うん、ね、いいですよね。バンコンも私昔、はい、ハイエースやっぱり乗ってたんですよ。自分でテーブルつけたり、椅子をねちょっとうまくこう車中泊仕様にしてやってたんで、はい、うん、ちょうど後ろにテーブルを置いてた。あ、でもおしゃれ、すごく白くて。おトイレがないのはね。あ、まあね、それはね、ポータブルトイレでも積んでればいいんですけど、でもそれでも場所がねやっぱりね狭いと限られちゃいますもんね。電子レンジもついてるし、いいですね。天井が高くていいですね。天井にバンクベッドあるんですけど、ちょっとね見えない。やっぱり高さが窮屈になっちゃいます。綺麗ですよ。白を基調にしてるから。そうですね。それは、ねえ、いい感じですよ。観光地とか行って、はい、後ろのハッチドアがこう全開にできるのっていいですよね。もう風景楽しみながらね、ゆっくり車の中でくつろげちゃうっていう。そうです。ねえ、いいですね。前回行ったのは京都の、じゃあ、ごゆっくりと。すいません、なんかくつろいでるところありがとうございました。いや、いっぱいいるね。よかった ね、 よかったね。ななちゃんね、お友達いっぱいだね。なかなかもうこの子怖がりな。ななちゃんちょっと人見知りだからね。そうなんですよね。18歳、すごい元気がね、まだまだね。はい、じゃあ乾杯。お疲れさん。
肉柔らかくて美味しい。いや、いくらも。うん。すごい。うん。柔らかい。おいしい。うん。はい、じゃあいただきます。でもね、リニア新幹線の走行実験は今日はやらないみたい。この前ビーパルにさついてた付録なんだけど、スキットルとかって言ってほらウイスキーとか入れるんだよ。アウトドアでこういうのポケットに入れててこうやって飲んでんじゃん。あ、わかった。沢田研二が昔なんかなんだっけ、こうやって飲んでたじゃん。で吹いてたじゃん、歌いながら。ウイスキーを。あれ、まあウイスキーじゃないけどね、本物のウイスキーじゃないけど、ウイスキーを飲んでるふりして吹いてたじゃん。うん、なんだっけ、ボーギー、ボーギーだっけ。あんたの時代は良かったとかってやつ。あったよね。冬とか寒いからさ、それ飲みながら体温めるんだよ。ウイスキーとか飲まないからね。でもいいよね、これね。チャムス。奈々ちゃんはね、いつもね、こっちのね、右の前足がね、必ずね、こっち出るんだね。ドヤ顔でね、ドヤっていうみたいな感じでこっちがこう出るんだね。ほらほらほら、ほらね。猫みたいに曲がるんだよ。そう、こっちがこうって曲がるんだね。ここで猫さんみたいな。うん。すいません、 ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。ではね、リニア見学館っていうのかな、ちょっと歩くんだけどね、行ってみましょうか。これ車で行く場合は右側の方にね、道路をずっと車で行った方が早いのかもしれないんですけど、歩いて行く場合、一応、Google のね、衛星写真だとかストリートビューで見たら、このトンネルをねくぐって行った方が早そうなのでね、こちらから行ってみます。一言でリニアなんて言ってるけど、超電導磁気浮上式鉄道だって。なんか漢字でこれだけ全部ね、超電導磁気浮上式鉄道なんて書くとね、かっこいいですよね。まあリニアもかっこいいですけどね。ほら、なんか入り口がもうなんリニアのね、デザインっぽいよね。うん、これは鉄道の歴史だね。ほら、速度がだんだん速くなっていく。よし、行こう。
うん、これ座るんじゃないのか。はい。これ座るのかと思って。はい。へい。座るんだよ。せーの。ああ。気を取り直し。写真で記念撮影だ。よし。あれあれどうだ。せーの。はい。はい、OK。すいません。入場券と一緒に絵はがきももらえました。え、写真？写真じゃない。まあ、後で写真する。こんな感じ、ジュニア。すごいね。はい、じゃあちょっと中に入ってみましょうか。ほら、こんな感じ。うわ、すごいね。へえ。ここに座ってるとこんな感じなの。うん、座れる。座ってみ。すごい。はい、もう乗ってます。はい、はい、乗っています。今ね、品川と橋本の間。品川と橋本の間ってどれぐらい？7分ぐらい、6、7分だよね。ね、子供の頃に見た試験車両。こういうのができるよって感じの。そうそうそう。でも これはあんまり記憶にないね。こっちはよく記憶にある。あれの方が宇宙系みたいな、うん。で、だんだんこう。福神ガスみたいな。うん。こう進化してったんだね。で、今の試験車両はこんな感じなのか。ドアはこんな風に開くのかね、上にね。ちょっと開き方が変わるだけで未来感が増すような。浮くの、浮かせるまで思いっきりやらないと。ブリーブ、あ、浮いた浮いた浮いた。やば。浮いてる？わ、すごい力。102、130だった。あいつ300だったよ。無理ないのこれ。浮いた浮いた。400キロぐらいしかいない。ハンドル壊してしまうぞ、はい、ここが見学フロアですね。今日はね、残念ながら試験走行がありません。うん、ここをね、通過していくの。あっという間に過ぎちゃうんですよ、ビャンって。そう、あっという間に通り過ぎる。残念ながら今日は試験走行はないしです。
先週かき揚げ丼で今週はかき揚げうどん。お互いに美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。だね、ごちそうさまでした。こんにちは。ただいま。奈々ちゃん、あれ今日は出迎えてくれないの？奈々ちゃん。何あれ。いつの間にあんなの開いてんの、あれ。開いてたの。別に走ってないでしょ。開くんだ。怖いね。なんか気がついたら開いてるよ、これ。どうなってんの？左です。どうも、どうもありがとうございました。